Oh,
ムで走ってスプリントしてからキャッチボールしてるから、ダッシュ。声かけられて、サム。はい。なんか他と違いますよね。声出しはしないんで。今日5分やってよ、5分。シャバタ。はい、シャバタ。シャバタ。あ、もう行く。あっち。この前のうちの遠征で、まあ、目立ってその目立ってエラーないっていうことの感想も言ってたし、その目立ってそのキャッチボールミスっていうのが全然なかったから、やっぱりそこを継続させればああやってあの無失点っていうか、まあ、大量得点に大量失点につながらないその守備ができるから、そういうキャッチボールってやっぱこういう野球の中で一番大切なあの技術な部分でもあるから、そこをしっかりこういうもう選抜の限られてる時間の中で、そういうところを一球一球無駄にせずに意識するとかしっかり意識して、あのそこはやっぱり継続してキャッチボールミスがないように、あの打力があるからしっかり守備と走塁にこだわるってことも言われてないから、そういうキャッチボールもしっかりこだわって今日も元気出したけど、 OK、 よっしゃ、元気出して、元気出して、よし、これ以外にて、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、本当に8月21仙台育英に負けて、で22日鹿児島に帰りましたけど、その時にはもう県大会始まっていて、初戦が多分28日6日後だったんですかね、もう高野連の方もちょっと考慮していただいて、あのちょっとでも日程後ろの方に回していただいた中での勝負になったんですけど、もう本当に今日、まあ、経験者がすごく多かったんですけど、ピッチャー陣なんかはもう本当経験者逆に少なく、キャッチャーももう3年生主体で行ってたので、バッテリーがどちらかといえば経験値がない状況でやっぱり勝負しないといけない、だからもう本当に野手がまずしっかりと得点を重ね、で少ない失点をするにはもう守りをまずしっかり固めないといけないのかなと、その中でこうたくさん経験を積んでバッテリーを作っていこうと思ったんですけど、思っている以上にあの実践ができてなかったんで、だからもう新チームはまず今村と木下、はい、このバッテリーである程度ゲームメイクをしてもらいながら、もうこの2人がまず一本立ちしてもらうような気持ちでずっと彼らを基本起用して、で試合が落ち着いたり、もういい流れでうちに流れが来た時に他のピッチャーを多投したり起用したりっていう感じで、うまくこう今村木下を中心にチームを回したっていう感じですかね。はい。
前の試合で、まあ、カットとかそういうボールに対しても自分がずっと内側に打ち続けてからもう挟むだけっていう感覚でうまくいったと思うから、もう今日も 3個手投げ、まっすぐ変化あると思うけど、そのどのボールに対してもしっかり内側から出して、このボールだから奥の出し方とかインサイドアウトってやることは一緒やと思うから、そこのやることを徹底してそのいいバッティングしていくことができました。周りに黙ったそういう無駄な時間を過ごさない、打つなら振るな振るでしっかり振って、見るな見るでしっかりどういうアドバイスでしてやるとか、そういう後ろの時間をしっかり充実した時間を過ごさない。この前のスクイズとかミスしてるから、しっかりこう一発で決める練習と、しっかりストライクのグラウンドを迎え切ってできます。一発で決めるか決めないかの流れでいいか、うん、よろしくお願いします。小玉コーチのあの小さな前にもタイヤ持っていって、あの2つつながってるとこと、はいはい、あ、そう、はい、はい、九州大会はもし決勝まで行ってたら彼4連投させる気だったので、球数制限ギリギリまで生かしてみようと思ってたので、はい、そういった意味ではこっちが思ってた以上に結果を出してくれたし、きちっと投げてくれたなと、はい、だからこそそれに満足することなく、もっと自分磨き、そして今度はまあ松永、黒木、松本っていう3本柱の3年生が抜けた今、やはり投手リーダーとしてもこう自分だけじゃなくて周りの後輩たちとか同級生のピッチャーなどを引っ張ってもらいたいなっていうところを今課題を出してやらしているところではあります。正直あれだけミスをしてしまえば記録に残らないミスというんですかね、そういったのもちょっと数多く私の中では見受けられたなという瞬間があったので、まああれじゃ正直負けるべくして負けたなっていう印象だったんですけど、もう第一声は正直厳しい言葉というよりは、もう本当にこれだけ日程がない中で、で国体があってちょっとこう目指すところが全くまたこうちょっと違うところのやりつつ選抜ってなったので、すごくこうモチベーションとか持っていき方多分選手も難しかったと思うんですけど、その中で準決勝まで行って選抜濃厚のところまではこうたどり着けた彼らを本当素直に心の底から本当褒めてやりたかったなっていうところですかね、はい。で左ピッチャーで来ると予想してたんで、
でうちは左ピッチャーあまり左バッター苦にしないんで、もうそういうことも想定の範囲内だったから、だからあの上田君、はい、先発多分全員安打してたと思います。だからみんなヒットはきちっと打ててたので完璧に攻略されたというイメージは正直なかったです。ただやっぱりこう野球の流れというか、それがやっぱりうちにこううまく来なかった、まあ例えばバントでする場面で遅れなかったり、強行で言ったらゲッツーになってですね、流れを一気に切ってしまったり、もう本当負けるべくして負けたゲームだったんですけど、でも本当によくコンディションの調整が難しい、いろんな本当難しい状況の中であそこまで来たので、まずはやっぱり褒めてやったのが正直なところですかね。はい、まあその甲子園メンバー10人経験したメンバーが本当に身体的にもちょっと疲労が来てるっていうのは自分も分かっていて、その中でやっぱり神田さんもおっしゃってたと思うんですけど、秋の大会の大会を通じてチームとしてどんどん強くなろうっていうことを、試合前のミーティングだったりそういうことが毎回神田さんから伝えられていたので、そういうところを自分たちからも意識しながら大会を通じて、もう失敗ミス OK なゲームなので、そこをしっかりそこを失敗して強くなって成長していくっていうことは チームの中でも話し合っていました。まずやっぱり鹿児島県代表、そして九州の代表というその意地と誇りとプライドは持ってほしいなと。ただその上村らしさというのだけは見失ってほしくないなと。やっぱり神村学園の野球というのはつなぐ野球だと思ってるので、ピッチャーが打たれても野手がそれをしっかり守ってつないでアウトを取るとか、やっぱりエラーやフォアボールでランナーもらったらみんなで送ったりとか、いろんな攻撃を駆使しながらそのランナーをホームインに生還させるとか、そうやってみんなでつないでいく思いとか、つないでいく野球を展開して熱くこうグラウンドで戦ってほしいな、泥臭くプレーしてほしいなという思いではあります。はい、あくまでも目標は絶対日本一という目標なんですけど、やっぱり目の前の試合を一戦一戦ずつ勝ち上がっていって、今甲子園を経験しないメンバーもいるので、その人たちはどれだけチームの底上げをしていくかが大事かなと思っているので、あそこの2枚目の足だったりピッチャー陣の強化をしっかり先発までもっとレベルアップして、チームとしてもう一段階レベルアップして一戦一戦目の前の試合に勝っていきたいなと思っています。